ユナイテッドさん、こんにちは。こんにちは。あ、2個目や、1。しらしさん、こんにちは。フェザースターさんも、こんにちは。オカピアイアイだ、もひなちゃんって、こんにちは、ありがとうございます。タイさん、こんにちは。まさぽん、まだ名古屋にいるよって、いつまでおるん。草刈りきさん、こんにちは。しのちゃんも、こんにちは。ビッグウェーブさん、こんにちは。アンチッチさん、今日も来ました、ありがとうございます。やあボーイさん、やあ、ありがとうございます。ジャストタイミングやって、ほんま？カメタクさん、こんにちは、ありがとうございます。今起きた。あ、そうなん。こっちは何時に起きたかな。11時ぐらいに起きた。旅行してたけど、マヒナ配信。あ、今旅行中？何旅行？何旅行で？青鳥行きたいなって来てほしい。そうか、ボーイさん今あれやもんな、出とんやもんな、徳島から。おはよう。直樹さんも、こんにちは、ありがとうございます。昨日から夏休みは出て、あ、そうなん。でも徳島には帰ってないんかな。コルルンさん、こんにちは、初期ありがとうございます。15時3時か、気をつけて帰ってね。マサさん、また来ました、ありがとうございます。ハーマヒナ、テモナミナちゃん、こんにちは。ミラクルちゃんさん、こんにちは。ボンブ、ボンブ、合ってる？絶対違うと思う。何買いに行くん？にゃんこたん、こんにちは。最近仕事忙しくて久しぶりに来たわーって。忙しい、夏休みとかないんやな。カメタクさんのところはないんやな。そっかそっか、今日も暑いな。裏邪祭り新規です。裏邪祭り新規です。え、新規、新しいんやな。ブラジャ祭りからってこと？ごめんなさい。理解力に欠ける。カズリン、こんにちは。カズリン、べっぴんさん、ありがとうございます。ブルさん、こんにちは。何さん、あと15分しか無理。45分50分。ユナイテッドさん、あ、マヒマもこんにちはって言ってる。やっぱり JK には見えない、見えない、アテナっぽいってってことかな。青鳥出るんやなって。出るよ、来てくれる。でも遠いか、ちょっと。え、でも岡山からだったら2時間とか2、3時間、遠いか。仕事しながらありがとうございます。アンチさんだ。だ、なんとかだは。何？なんとかだは？
今家じゃない？いつも家だよ。作詞の夏を張ったね。私1試合目はちゃんと見れてないんやけど、途中から見たけどね。4試合目が見たいんよな。4試合目が見たい。毎日をつけとんやけどな。15日には帰ってくるかな。16日から。あ、なるほどね、なるほど。あっくんこんにちは、お疲れてありがとうございます。今から仕事やって、頑張ってね。昼休み少しだけ見に来た幸ちゃん、ありがとう。もんかな、もん。あ、ダグラスさん、昼休み中やっぱり12時から1時ぐらいはみんなお昼休みなんやな。昨日は楽しかったかな。楽しかった、楽しかった、めっちゃ。オグさんこんにちは。モンセモンゼやって。オカピあれか、作詞応援やったんか。負けちゃったね。3分くらいしか見れない。手いっぱい振っとこう。お盆休みがないカレンダー、カレンダー通りでしょって。なるほどな。そのまんま。キオくんさん、ヤッホーヤッホーヤッホー。イオン連で踊るの楽しみにしてます。たけさん見に来てくださるんですか。キヨ兄さんこんにちは。ママおはようって。来てる？来てる？盛岡。そう。え？そうなんや。一番なん？さあ聞けんかった。でも録画しとるから、うん、見てみよう。無音です。キャロットさん見えたけど休憩終わるからまたね。今日はね、夜もできないんです。明日は朝になるかなって思うんやけど、今日は夜もできないです。ごめんね、できへんと思われる。いや、あ、いや、いけるかも。いけるかもしれん。1時間とか。できるかもしれんけど、できんかもしれん。ごめんね。できる限りしますよ。今日も高校野球が気になるよって。今はね、あ、落ちた。うま。今な、松尾学園と土浦がしてるんだけど、12対なんぼやろ。え、めっちゃ打つやん。12対3、9回表です。台風の影響で40度になってるやって。東京やば。なんかそれでなんか人口重いしさ、体感温度がやばそう。サバ読んでるな。読んでないよ読んでないよ。短い。実家お家だよ。短い夏休みゆっくりしてな。かわいいよ。ありがとうございます。
こにたん、おはよう。スーさんもこんにちは、ありがとうございます。そっか、これ早く読まんとさ、早く読まんと昼休みが終わっちゃう人もいるのか。くーちゃんこんにちは。まひなのイラスト時間かかりそうやって、難しい。私全然待つよ、ゆっくりで。うん、じゃんけん大会予選会場で応援する。モニター眺めながらで、でもそれは私が勝ち抜かんといけんってことやな。な、幕張も楽しみ、初マヒナ、イエーイ。なんかあの握手会とか来てくださる方ね、あの始まる前でもいいし終わった時でもいいんやけど、こんな格好で行ったとか、なんか特徴書いてくれてたら嬉しいかなって思う。うん、ガリガリ君食べた、当たり出たやって。もうガリガリ君な、食べてな。なんか最近全然当たり出たことない。でもああいうんってさ、なんかなかなか当たらんやん。めっちゃ嬉しい、当たった時めっちゃテンション上がる。単純やから。あ、柏木のりあきさんこんにちは、ありがとうございます。まひまも壇上だし。どこだ、どこ。りょういちさんコンサート申し込んでありがとうございます。余裕で行けそうだけど、どうしよう。まひなちゃんと行けるならふーちゃん行こう行こう。福島の阿波踊りのメンバー、うん、そうそう、そうだよ。あんまり延期になってほしいな。岡山、明日岡山か。でも空も録画した。ルームレベル50目、そう50いった。でもルームレベルってどうしたら上がるんかわからんのよな。しのたん70、昨日楽しかったねね楽しかったね。暑いねって、暑いね、毎日毎日。久しぶりに昨日自転車に乗ったら暑すぎて死にそうになった。暑い風が顔に当たって汗が止まらんかった。ふぅ。まちさんおはよう。アッキーおはよう。あ、こんにちはだ。今お昼休憩中、無音で見てます。アッキー。オリジナル T シャツのイオンのイベント見ながら。あれか。あれだな。あきお兄さんも申し込んでくれてありがとうございます。あ、ナイスな配信時間って、少しでもひな見れるからね。ラグラスさん最近あのハッシュタグつけてくれるからくれてて、あの私が見るとき見るときいつもなんかラグラスさんが一番上にいるんやな。それでちょっとほっこりする気持ちが。まさぽん今日さ夜さ夜見に来れる？
今日の夜か明日の朝見に来れる？その時でもいいかな。ともゆきさんこんにちは。いいかな。今日は休みなのでジョロキ公園行ってきます。当たったの。いってらっしゃい。テンション上がってるあやが。あ、壇上に上がってもうた。どん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 上がっちゃってください。壇上4対1の森岡。うん、森岡が勝ったな。あ、終わった試合、終わったみたい。松商学園が12点で12対3で松商学園が勝ちました。仕事に、あ、仕事に戻ります。また来ます。ありがとうございます。お強いから楽しんでやて。お強いから。いろんなメンバーが浴衣配信してたから、マヒリン浴衣見たいなって。私握手会できるって。来ますよ。みんなあれか、配信でしてたんや。今日は遊び行かんのかな。今日は遊びに行かないです。夜はできるかもしれんけど、夜できんかもしれん。できても30分とか1時間になるかもしれんかな。阿波踊りはまひなちゃんと三島さんが上手くないとおかしいんだよって。確かに。練習します。15日楽しみ。私もめっちゃ楽しみ。ってことは、まえばさん来てくれるんやな。チェキやわ。こんちゃ、国会期始まった。始まったよ。今日ももう2試合目が終わった。今12日から20日まで8日間か。ちょっとゆっくりできるんかな。星投げた。ありがとうございます。マセイさん、マリーの手紙送って中にプレゼント入れた。楽しみ。ありがとう。楽しみや。でもそろそろ次ぐらいの手紙届くかなと思うんやけど。きたーって。今からピザ食べに行くやって。いいな。食べに行くんや、配達とかじゃなく。いいな。私ピザ頼むとき絶対ジンジャーエール頼む。あとな、あれも好き。なんだっけ、ポテトのやつ。あの、ああいう、ああいうポテトじゃなくて、お菓子の方のポテト。なんだっけ、ピザの生地に、なんやっけ、名前が出てけへん。あと2日、あと2日、会えるまで。えー、って。にゃんことありがとね。無理しないでね、やって。無理なんかしてないよ。はるくさん、昼休みに見れるから嬉しい。あー、よかった。頑張ってくださいね、昼からも。
またねーってキャロットさんまたね。落としてからの盛り上がり、落としてからのからの盛り上がり。イオンレンって84人もいるんやの、私も知らんかったから。私もみじまんじゅう食べた。この前買ってきたんやけどさ、どれ食べよう。4つあるんやけどさ、これ味一緒やから、夏ぶあん派、こしあん派。今日の日学の前なくし、そうバレた。そうだよ、この前なくし会これ着てた。エモダだよ。昨日甲子園に行ってきたやって。何それ、ずるい。ひこさん、ってことは開会式も見た。あ、バレた。めっちゃ可愛いねんけど。いいわこれ。親の店に入る真裏。何？じゃあコレンってことか。間ちょっとだけでも抜けさせてくれたらな、いいのにな。大阪も暑い、徳島も暑いよ。うん、今日夜は自分の部屋で配信しよう。仕事戻ります。頑張ってね。七ひろさんこんにちは。カナデールさん、名古屋なお3時の新幹線で帰るんでしょ。そうだよって。友紀さん、今お兄ちゃん見てる？分からへん。でもコメント来てない。マヒリン大好き、ありがとう。大好き。エスカーリーさんこんにちは。なんとかうちは作ってるよって。進んでる？焼肉屋が時期やの？コジカルに出るの？ちょっとお母さんに言っとくわ、それ。言っとく言っとく。名前言ったらわかるよ。この前はお好み焼きが出たのに、次は焼肉屋やな。仕事戻るって。まなみなちゃん、ジャイアンツで行くからよろしくって。ボーイさん名前言ってな。少し分かりやすい格好で行った方がいいかって。でもアイアイはな、多分この日来るよって言ってくれたら分かるような気もするんやけど。ね、でもその日の朝とかは配信すると思うから。こんな服で行くって言ったらもう 100% わかる。ひとさん今来てありがとう。しげはんさんこんにちは。行かないやろやって。うなちゃさんこんにちは。あれ、 LINE とメールが同期になったのにメールが来てないやって。同時になることやるんや。気分で他のチームになるかもしれんけどやって。あ、そうなん。でも
どっちかで来てほしいかな。あれ飛んだんこれ。コニタありがとね、クマ。広島対ジャイアンツの試合見たことあるよって。あ、そうなん、たまたまそれ。パピディさんこんにちは。福島に行った時の服装をここで教えればいいの。ツイートとかの方が残るけんいいかもしれん。夜何時頃？へえ。9時とか9時半かな。テルオさん、あったらな。昼休み終わった。お疲れ様。あ、飛んじゃった。宇田さん、こんにちは。こうちゃん、誕生日おめでとうございます。野球の日だ。おめでとう、こうちゃん。ちょっとコメント飛んじゃう。まさぽん、ハートありがとう。こうちゃん、誕生日おめでとう。ちょっともう一回コメントしてくれることを願ってる。久しぶりに甲子園行きたい。私も行きたい。浴衣見れるなんて最高な握手会なのに行けないやって。浴衣着るんだよ。イルカのキーホルダーさんこんにちは。10分だけ休みやって。阿波踊り最終日じゃない？人なんとかの時やん。人多い時やんとか違うかな。3日間握手。浴衣姿楽しみ。どうしよっかな。3日もさ浴衣着たきん。みんなザルラーメン食べた。ザルラーメンって、そんなんあるんや。あ、15日イオンに行きます。ありがとうございます。ヨピーさん、こんにちは。TNT さん、あーって言ってる。阿波踊り見に行くのっていうか、阿波踊りに出ます。今日は初見です。テレオさん、今日は初見ありがとうございます。コロルンさん、昼休憩終わっちゃった。大会も行ってくるねって。ここ来ると芸能人遭遇率。そうなんや。そうなんや。でも確かによく聞く代官山。私行ったことないけど。神社にカルピスソーダ。美味しいの？ちょっと入れて飲むやって。まあでもまあちょっとこうすっきりしたんと甘いんやから別に、うん、別に絶対合わんことはなさそう。白石さんありがとう。ハートいっぱい。神田デルさんありがとう。楓さんだ、ありがとう。久々。昼ご飯食べてくるで。しかし行ってらっしゃい。いっぱい食べてね。ピルクルみたいなやる。あーあ、わかったわかったわかった。ああいう感じか。なるほどな。でも好きやけどな。ちょっとお腹すいた。その奥また握手会できる？金かな。でもさ、迷っとんやけどさ、3日間さ、浴衣着ようと思っとうけど、どういう感じで着ればいいかな、みたいな。だって一日中、それだけっていうのも嫌やろ？だからどうしようと思って。ガッペタンさん、外暑いやって。素敵な一日をありがとうございます。服やぶけたのって。縫ってる？縫ってる風のデザインだよ。破けちゃった。私服200人しか入れないよねって。多分そのぐらいやと思う。あおにゃさん、はじめまして、ありがとうございます。
もみじまんじゅうだよ。今日も熱中症、今日も熱中症になりそうってことか。甲子園、あ、待ってな、ちょっとだけ待ってな。じゃあどうしようかな。普通にこれにジーンズやねんな。でもこれ多分今立ちってもジーンズしか見えんからな。こしあんが好きやねん。私もこしあん派。どっちも好きやけど、こしあんが好きかもしれん。昼は2時、2時までします。はい。南やけど心は麻痺なのでやって。あ、そうなんや。お母さんもなんか T シャツが届いとった。まさぽん、にゃんこたん、ありがとね。ハートいっぱい。たりちゃん、こんにちは。くろさんも、にゃんって。にゃん、ありがとう。今、香川にいるんだって。ああ、そうなの、めっちゃ近いやん、じゃあ、時期や。近い、近い。四国行きたい、釣りしたい、STU の公園も行きたい。もうしたいこといっぱいやな。でも楽しいよな、そういう考える。トマヤさん、こんにちは、ありがとう。全読みかなって。全読みだよ。タコありがとう。まさぽん、タくん、ハロー。仕事中だから、もう視聴中。いちー、でもなんか分かってくれる気がする。いちー、これしたら分かってくれると思う。おうちゃんだ、久しぶり、覚えてます、ありがとう。たまに見に来てくれるけど、もう覚えてる。おーちゃん、タクトさん、あ、阿波踊り見に来てくれるんやって、ありがとう。ヤッホー、暑いねって。コッシーだ、シャイブリ。コッシーのところも暑いの？コッシーは関東、東京は40度ぐらいあるんだって。七瀬さん、こんにちは、ありがとうございます。徐々にフォロワー増えていって、徐々にフォロワー増えてて嬉しい。もうすぐ20人ぐらいやったかな。ひいこさん、久しぶりって、ありがとうございます。シャイブリ、ありがとう。タハートいっぱい投げてくれてる。1時から仕事って。あ、もうやん。じゃあってことはめっちゃこれタイムラグがあるってことか。マリンライナーさん、こんにちは。ライブ申し込みたいけど当たりたい。当たるように願っとくな。飽きないよ。くーちゃんさ、何釣りするんですかって。15日も浴衣で、なんでかな。うん、ん、あ、15日は握手会じゃなかった。握手会は3日間浴衣やけど、15日の服は分からへんよ。
ヨッピーさん300人じゃなかったですかって言ってる。カンドネルさんありがとう、ハートいっぱいありがとね。うん、STU のオードリー連じゃなくてイオンさんの連で、はい、します。イオンモールお買い物区配信ステージ側手裏剣カメラ目線ハリ太郎だったの見たんよな。ハリ太郎がさめちゃくちゃ目立ってて可愛かった。めっちゃ嬉しかった。めっちゃ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 ハリ太郎が多分一番目立ってたんじゃないかなってぐらいにさ目立ってた。可愛かった。やっぱでも目立つな、ハリ太郎。だってなメンバーの子たちもさ、ハリ太郎って分かってる子たちもおるんやけど、分からん子はハリネズミおったよって教えてくれるもん。それでテンションが毎回上がる、モチベが。今日の日差しやばいやって。そんなに飛ばされた。嘘、おーちゃん覚えてるよ。あ、のんたんだ、こんにちは、ありがとうございます。今日も綺麗、ありがとうね、しらすさん。阿波踊りの格好も浴衣なの、それは分からん、うん、宮本さんこんにちは。部ごとに浴衣か私服はやって、部でもその何やろな、初めに浴衣をしてもさ、なんか初めはこんけど、この6、8から来るとか後半来るって人からしたらさ見れんやん。だからどうするのが一番ベストなんやろうって思うんやけど、あー店出て1分かからないから行くなんて、ありがたい。宮本さんこんにちは、元気です、元気ですよ。周一郎さんこんにちは、初見ほんと、ありがとうございます。同じ服の時髪型変えると新鮮だねって、うん、それはしようと思ってるけど、一眼レフ持っていかなきゃって。一眼レフな、私もいつか欲しい。景色撮るんとか好きやし、携帯でも撮れるけどやっぱり一眼レフにはかなわんし。あ、カップ油そばやって、美味しそう。スーパージーナイさんこんにちは、ありがとうございます。生ちゃんさん、なんとかは僕を恐れたりしない。何よ、部屋変わった。うん、ここね、リビング、いつも部屋でしてるんやけど、こしあんは指針、こしあんは指針やって、こしあん指針、えー、何人兄弟アンケート、何人兄弟アンケート、どういうふうに、あ、1,2,3,4,5 みたいな感じかな、どういうふうにするか教えてほしい。文太さんおはようって、おはよう、おはよう。うん、全員じゃないよ、阿波踊り室内35度やって、室内で35度はやばいな。食べよっかな。旅行は1回するから四国、
計画してみようかなって。四国計画やって、いいねそれ。大島優子さんに似てた人いたよ、だって。どこに、どこに、今はキスです、今はキスですかね。なるほどね、これがひらがなかお魚か。もう少し経ったらチヌとルアーのシーバスありますよ。これは時期やだな。弟の高校勝ったって。どこ、全員は出ないよ、ヨッピーさん。でも来てほしいな。徳島ライブ行けないけど頑張ってねって。頑張るね、はいはい、頑張ります。昼食いただきました。翔一郎さんありがとうございます。熊のスイカ、これほんとかわいいかな。あ、しかも花束も投げてくれてる、ありがとうございます。千葉は36度、37度、もう猛暑日になる予報です。いつまで暑いんやろな。でもまだ8月始まったばっかりやし。4歳ぐらいまでいろんなところ行ったの思い出に残ってる。親と間違えて他人と手繋いでた。かわいい、かわいい。それ千葉県やけどほぼ東京みたいなとこ住んでる。じゃあやっぱ暑いんやな。え、覚えてくれてるの。覚えてるよ、覚えてる覚えてる。アイコスちょっと、あ、どうぞどうぞ。ハリ太郎やで。あ、危な、携帯も一緒にやっちゃった。サーマクさんこんにちは、かわゆいなって、ありがとうございます。かわゆいやって、ありがとうございます。こんにちは、3回目です、疾風陣内さん。じゃあ私が4回目のこんにちは。握手は、握手はラブにぎりって何？ラブにぎり初めて聞いた。なんかお寿司みたい、なんとかにぎりみたい。今週の日曜の握手、幕張での握手会、まひなちゃんいる？日曜？今日って何曜日？今日って何曜日だ。待って、チャンネル変わってる、始まってる。着替え大変だろうから24部は私服、68部は浴衣、浴衣でいいんでないって。ああ、24、じゃあ今までので途中後半を浴衣に変えるってことか。じゃあそうしようかな、ちょっと考えてみますね。ハリスケは握手会はお留守番って。ううん、あ、ハリスケはお留守番、ハリ太郎を持っていく。リンカマルさん初見ありがとうございます。こんにちは。あ、ワックさんだ。マヒナ、おはろーって。おはろー。もうすぐ仕事戻ります。にゃんこたん、頑張ってね。マヒナちゃんはカフェとか写真撮る派？撮る。撮るかも。うん、結構。なんでも撮っちゃうかも。撮るの好き。
上手に撮れたらテンションが上がる。なんかいろいろこう配置とか考えたりするの好きかも。ルームフォローしました、ありがとうございます。ありがとう。軽く仕事してまた来たよって。軽くした、ありがとう。またツイートしとこうって、ありがとう。ネタグラスさん仕事頑張ってください。本当だ、生もみじだった。食べよう。一眼レフよりミラーレス一眼似合うと思うな、軽いし。何ミラーレス一眼って、気になる、調べてみよう。後で11番は11人以上で、11人もいないでしょ、さすがに。さすがにそれはいないと思う。11人の兄弟とかいるのかな。あ、始まった、前橋育英の試合。反対開けちゃった、まあいいや。逆なんだよね。食べます、いただきます。うん、おいしい。このもちっとしたの好き。これは時期やだな。ん？あ、あのね、クーさんが魚の話してたから、これはジュキヤに対してかなと思った。あ、最近今日はするよって、ありがとうね、まさぽんさん。見るね。ゆかちゃんこんにちは、ただいま休憩中、お疲れ様。幸せ。私和菓子とか好きなんですよ、めっちゃ。なんかね、和菓子と洋菓子、ケーキとか、まあケーキとかも好きやけど、ケーキとかよりはこっちの方がなんか太りにくいってお母さんが言ってた。美味しいもん。名古屋36度やって。そらさん初見ありがとうございます。久しぶりに握手に行ったりする前に気絶かなやって。気絶せんとってな。さすがにちょっと間があるからさ、ここに間に机があるやん。だから助けることができない。起きてまひなちゃんのルーム来ただけやのに寝明けてしまうことがあった。何があったん。けんけんさんこんにちは、ありがとうございます。うわ、ハリタロが右に動いた。チケット当たったら行く。あ、ありがとう、のんたん。追加するね、タクシー会。ありがとうございます。待ってるよ。乗ってるよ。阿波踊りに出演するメンバー。乗ってます。ぴょんさんだ。ありがとう。みんなちゃんって言ってくれてる。自分の指と相手の指を絡ませ、え、それがさ、そうやって言うんや、そういう呼び方なんやったっけ、なんやったっけ、なんちゃら、あ、なん、ラブ握り、ラブ握りっていうの？すごい、初めて聞いた。なんか言うよな、なんちゃらつなぎ、カレカのつなぎみたいな。そういうのは聞いたことある。かなこさんこんにちは、
こんにちは。一眼レフ持ってもひなちゃんの方にレンジ向けてたらすぐに僕ってバレる。確かにカメラ向けられたらそれが青時期やだって。でも他にカメラマンさんもいたら分かんないかも。分かんないけどね。カンドデルさん、アイスとタコありがとう。ありがとう。氷はね、大会よ、ちょっと待ってね。でも1試合目だったと思う。4日目とか3日目とか。いつやったっけ。ごめん、ちょっと今調べれんのよな。誰かわかる人いるかな。シュンさんこんにちは。本体の中にミラーが入ってるね。ミラーレス、ミラーが入ってなくて手入れとかが楽。ああそうなんや。そしたらそっちの方が合ってるかな。昨シー負けちゃったねって。夏連覇難しい。やっぱね、なかなかできんことやけんな。だってやっぱ実力もいるけどさ、こう運もいるしさ、それを全部兼ね揃えて優勝できるやん。だから難しいよな連覇って。持ち運びも便利なんやって。ちょっと気になるな。リオ兄さん、ヨーってありがとうございます。今起きたよって。シオンさんおはよう。ミラーレス一眼も持ってるよって。貸そうかって。貸そうかって言ってくれてる。すごいね、両方持ってるの。カメラ好きの方多いのか。ひなこちゃんとさっきブログにまひな出てた、見た、出してくれてた。さすがユナイテッドさん。リリカ軍はアロマンチュさん。普通のもみじまんじゅうと違うの。普通のもみじまんじゅうよりはこうなんていうの、もちっとしてるっていうか、うんかな。もう出るので見たら手を振って。シュウさん、どう、気づいてる。シュウさん、アトシさん、あげるじゃないんだって。だってカメラだよ。カメラ高級品だから。今徳島に移動中です。移動してる。徳島にいるんだ。今日夜配信はできたらするけど、できないかもしれない。できても30分とか1時間かなって思う。今不意に思ったのは、もなかが食べたい。餅入りもなかが食べたい。お茶と一緒に食べたい。おいしい。目入れて大谷行ってこようかなって。目入れて。
前橋1点入れてるよ。でもヒット1なんだけど。おしまいし使っていくなんて、しおんさんありがとうございます。待ってるよ。また会える。こうやってしてたらわかんないか。ね。そう、恋人つなぎだ。カレカノでも言うけどね。こうでしょ。よっしゃ、目入った。目入った。あ、広島全学の時にもみじまんじゅう買って帰って言われて。何味買った？何味買った？ゆかちゃんね、私手振ったの気づいた？手振ったっていうか、ゆかちゃんってしたの分かるか、分かったのか。右の、私から見て右の後ろにいたよね。寄生虫やって、持って、寄生虫やって。うん。でも広島に来たらもう絶対食べてほしいよな。うん、お土産といえばもみじまんじゅう。年齢的にやってる。他のメンバーに頼んだら断られた。誰？他のメンバーに頼んだら断られたの？ココさん初見ありがとうございます。11日だねって。11日から握手会だよ。今来た JJ ワッツさん、今来てありがとうございます。トーナメント表さ、あのなんだっけ、あの大きい研究用紙みたいなのをまだ変えてなくって、それでね、あれをど、なんだっけ、なんか。びっくりした。この前橋育英のピッチャーが高橋光成選手に見えた。めちゃくちゃ似てた。なんか一瞬。ね、そのやつをそんなに大きくなく、ない大きくない紙でもあれだったらあれなんだけど、研究用紙がまだ変えてなくって、フォローとコメントお願いしますやって。プラナさんありがとうございます。阿波踊りはね15日だよ。高陵大中京大中京今日キャッチフレーズがあって、そう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 、トモヤさん初日で吹いたってな。吹いた？でもさっきも教えてくれた一番の。ってことはその一番バッターの選手の子は初日が好きだってことですよ。違うんか、AKB さんが好きなのかな。リオ兄さん隣にいるやって。あ、そうなん、一緒におるんや。カメさんはマリナのポニーテールが見たいから13日の握手会で期待してるやって。うん、ポニーテールするじゃん。昨日の収録動画まだ見れてない。もうあれ楽しみにしとんよな。マットなリップのやつかな。そう、
私のキャッチフレーズ。でもまあ、振ってくれる方は振ってくれるからね。握手会楽しみって、ほんまに楽しみ。やっと1ヶ月経ったって感じ。うん、イオンに出るよ。おにぎりって、おにぎりじゃないよ、生もみじ。危ない国に行くときは黒のデブリ、メーカー名隠した方がいい。危ない国、危ない国。もう中よりエタノールが欲しいやって。なんでエタノール？まさぽありがとう。スイカのクマ。仕事戻りますって、イカちゃん頑張ってね、仕事。しらすさんバラありがとう。ツイッターに12日召喚の特集で載るんですねって。じゃあ12日の朝の新聞見てくださいね。今日は一日することがないからずっと甲子園見てるわって。でもね、ほんまにすることとかさなかったらさ、もう一日中ずっと野球見るよな。それでよく私も一日終わる。服かっこいいやって、イエーイ、かっこいいってやってくれてありがとうございます。何食べてたの？生もみじだよ。ヨーグリーンなって言った。どうでしょう、ご想像にお任せします。蓋の色でわかるんかな。ね、レモンさん初見ありがとうございます。なんか口めっちゃ乾燥する。離脱するけど久しぶりに返信くるみた。ありがとう、頑張った。あ、ねごりくんさんありがとうございます。また来てください。りょうこのふるさと紹介が地味に好き。わかる、わかる。あの音が好き。あのわかる、あの音と一緒に流れるんが。てん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 が好き。星400個くらい送ってありがとうございます。400個も。あれ地味に、私あれでもハート押すの得意かもしれん。走れ、あの、星連打するの得意かも。そう、日本分離となんですよ。そう、レナポンさんと一緒に中継を見れたらいいなって思ってるんです。挨拶に、はい、行きます。また今度って、コンタクトつけた時、目入った。目に入った、目に入ったとは言う。言う言う。目に入れたとか。あ、私を勝てるように祈ってくれるんだ。ありがとうございます。あ、シロタンだ。来ちゃったって。ありがとう。そうだよって。あ、ヒトさんもカンドデールさんもありがとうございます。だるま。マサヤンさん。なんだ？ハテナついてるけど手こんな感じ。なんだなんだ、めっちゃ投げてくれてる。グラッチェなおやって。あ、グラッチェ、あれか、グラッチェって。私グラッチェ行ったことないけど。グラッチェのおすすめのメニューを教えてください。まなぶさんこんにちは。火曜日さん初見です。 STU 推しになりました。あ、嬉しい。これからも STU48 よろしくお願いします。阿波踊りのタイムスケジュールとかどこに載ってますか？どこかに載ってますか？あ、これは私に聞いてるのかな。いや、多分私じゃない気がする。いや、私か。タイムスケジュールは分からんけど、でも詳細は、うん、あれに載ってなかったら
あれ以外にはないような気がする。公式のやつに載ってなかったら載ってない気がする。もうすぐ休憩終わるって。ハチなん？さて今日も張り切っていってみよう。マキナちゃんどうぞ。はい、マキナじゃないよ、マヒナだよ。いつでもどこでもマイペース、マヒナこと谷口マヒナです。よろしくお願いします。張り切って。身長何センチですか？160.5センチです。でも朝は161くらいあるかもしれん。こんにちワンダフル、こんにちワンダフル。あの歌が浮かんだ、ワンダフル。この歌。なんだっけ、これから、これからのかな。え、聞きたくなったから後で聞こう。リオ兄はマミちゃんの海賊王です。海賊王に俺はなるってやつですか。イタナコークは、あ、ヤッピーさん、イタナコーク初めて進みました。それも言ってましたよね。でもあの投手の森選手はどうなるんでしょうね。スカウトの方たちも来てたみたいなので、どうなるんやろな。手入れにエタノールが欲しい。エタノールでそういうのするんやな、手入れ。へえ、エタノールより欲しいものはマイナちゃん。エタノールに勝った私、エタノールに勝利、イエーイ。エタノール、あ、私より欲しいものはナナさんのって。ナナさんの次はないよな、もちろん。そう、私2番手やから。時期屋の中の仕事始まる前にマヒにメールで癒されました。よかったです、嬉しい、そう言ってもらえて。自分が暴走した、もう暴走しまくったらな。まあそれも時期やらしい。仕事行ってくるねって人さん、行ってらっしゃい。昼飯でとんかつ食べてたよって、いいな、とんかつ食べたいな。不意にお肉が食べたくなる時がある。関東37度もあるんや。でも今日はやっぱり全国的に暑いんやな。前橋のこのタオルかわいい。かわいいって。乃木坂46、欅坂46大ファンさん、ありがとうございます。めまささん、こんにちは。あちぃ。あちぃ。青いであげるよ。今日も来たよ、アバター変えたのって。あ、ほんまよ。ちょ、犬になってる。ちょ、ありがとう。神田デルさんもありがとうね。コウスケさん、こんにちは、遅くなってごめんなさいって、ありがとうございます。あと20分くらいだけど見ていてくれたら嬉しいです。りょうさん、仕事につき無音です。頑張ってね、暑いけど体調に気をつけて頑張ってね。東京に帰りたくない。広島、いや香川、いや徳島に、徳島にぜひ帰ってきて。ティフ行ったよって。あ、ティフどうでしたか。そう、私はティフの踊りとか見れてないんですけど、どうだったんやろ。なんか日に日に可愛くなってる。うそー、
うそうそ。痩せないと。痩せないと。そういや、前歯さんイケメンやでって。あ、前歯さんとそうか、あったんやもん、同じ時期や。イケメンやったん。でも前歯さんがおるときにそれは言ってあげて。喜ぶと思うよ。前歯さんなんかお兄ちゃんに似とんねんな。なんか、言いよることとか。スティーブン・セガール好きって言ってる。あー、エックス・パンダーさん。合ってる？合ってる？でも、わからない。教えてほしい。Google に全部載ってましたよって。何が？よいしょ。稲穂さん、初見ありがとうございます。夜配信になりましょうって。できるか分からんけど待っててください。夜になると心情縮む。うん、朝が多分高いんだと思う。あ、ジュキアが好きって、スティーブン・セガールさん。たまにしかここで覚えられてる感じだから。うん、覚えてるよ、アツシさん。だって他にアツシさんいないもん。愛知のアツシさん。特に沈黙シリーズが。なぜ僕が答えたんだ？ いいよいいよ、答えて。こんな E が NG なのか。多分、ないが多分 NG なんやと思うけど。マッチョさん、こんにちは。ありがとうございます。あ、ダケンさん、昨日ぶり。ダケンさん。なんかさ、最近さ、音楽聴いたら体が動き出す。リリーフピッチャーが打たれてのサヨナラ負けってくるよね、やって。いや、もうほんま今ほんまにめっちゃイヤホンつけたいねんけどさ、でも今このテレビとイヤホンつけれる距離じゃなくて。マッチさん、こんにちは。あ、また来るねってワクさん来てね、また。夏風邪ひかないよ。元気です。名前に入れると NG にならないの、なんだろう。なんでやろうね。じゃあ徳島に帰りますって。お帰りなさい。なあかさん、おはようございます。眠い？暗いだった。 眠いに見えた。微妙な方だし。確かに微妙な方だし。セクシー。徳島行きの新幹線に。あ、新幹線で行けない。そうだよ、新幹線で行けないよ。通り過ぎちゃう。ヨナさん、こんにちは。やばすぎ。ちなみにシャツ2回着替えたって。あ、汗で。でも私もね、私は裏地祭りの方に参加させていただいたんですけど、2曲踊っただけでも汗がね止まらなかった。来てくださった方には私バレてるのかな、汗めっちゃかいてたの。阿波踊りのスケジュールだって。あ、そうなん。
だって Google に書いてあるらしい。甲田さんこんにちは。それ以上痩せない方がいいと思う。いや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 、聞いてください。めちゃくちゃ太っちゃったんです、私合格してから何キロも太っちゃったんで。でもね、みんな細いからね、本当に私痩せないとダメです。多分ね、これはね、もうこのかんこんなちょっとしか 見えてないじゃないですか。でももう体全体を見たらね、もうね、ダメなんですよ、痩せないと。知ってますよ、ゆなさん、やきたくさん。私もみんなちゃんしか名物ないんよ、なんやって。そんなことないよ、そんなことないよ、もっとあるよ。私名物にならないし。知ってるよ、キャキザカさん。肩出しがセクシーすぎて震えてる、大好きやって。トマヤさんから大好きをもらった、イエイ。てんやげや、てんやげ。甲子園見てるよ、今つけてるよ。テレビでやってたら必ず録画しますよって。あ、これは話が合うパターンのやつ。あれ？上まで読めた。あやねさん、初見ありがとうございます。やしたかさん、こんちくわ、こんちくわ。ねえ、もう一つ食べたいんだけどさ。どうしよう、私このレモンが食べたいの。でもね、あと3つあるんだけど、残りがさ、両方ともこの粒あんなんですよね。まあ多分お母さんからしたらこれ2つっていうよりはこれ1個食べた方が多分いいと思うから、どうしようかな。葵さん初見開ける？葵さん初見ありがとうございます。ヤシタカさんもフォローしてくれたし、追いついたねって、イエイ。暑くて外に出られない。暑かったら外に出たくないよね。あ、りょうねさんだ、遅いけどこんにちはって、ありがとね。 iPhone8 のケース画像流れるって多分デマだろうな。そうなんや、まさかそれが昼飯。まだ何も決めてないです。配信中結構食べてるよ、太るぞって。やめよう、食べません。配信中って今日の？いつも？いつも食べてる。でもね、配信中食べたらね、時間いっぱいかかって食べちゃうからお腹すぐいっぱいになるんです。それがいいところ。ふぅ、キャッチフレーズやってって、キャッチフレーズやってって。20日早く握手したいな。20日神戸甲子園は、あー、でもさ、こうあのずっとさ、そのチャンネルでしてるわけじゃないじゃん。だから移動しながら見るよ。で、1日を費やす。まひなちゃん何中やもんな。何？ダイエット中とか。ひふ見て、 STU T シャツ買って裏味祭り。あー、そうなん、嬉しい。嬉しい、めっちゃ。どうでしたか、裏味祭り。私たちのステージは、カノデルさんくんもありがとう。
配信終わったら速攻走ろうやって。もうこんな暑い中走ったらもう死んじゃう。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。時間がなさすぎていつも安定のカップラーメンだよって。で昼ご飯もう3分だもんね。あ、なんかマヒナに呼ばれた気がした。こんにちは。呼んだよ、カメさん。なんかね、ブンタがね、なんかね、怖い人って言ってた。あ、言っちゃった。あやねさんのためにマキナちゃん。はい。マキナじゃないよ、マヒナだよ。いつでもどこでもマイペース。マヒナこと、谷口マヒナです。よろしくお願いします。イエーイ。見てくれてるかな。もうんだけど来れてありがとうね、カズリン。いる？言ってください。休憩な、まだやってたね。カズリンさんがいる。あ、長美奈ちゃんだ。マヒナちゃんって。ありがとうございます。もなみなちゃんはね、お仕事に行きました。待って、これ。なんか横にさ、さっきこう並べたのにさ、こうなっててさ、よっぽど見たいのかなと思った。思わない？これ。ごめんね。はい。晩ご飯何食べればいいか。何の気分ですか？どういう系が食べたいですか？あ、カズリンも振ってくれてた。めっちゃ楽しかった。フレッシュで、ああよかった。楽しんでもらえて、なんかね、こう距離が近かったんで、あの横とかにもいらっしゃったし、上にもいたし、楽しかったな。どこ見てもファンの方たちがいて。同い年？17歳。もう55分だ。好きな層、あ、間違えたって。お、それは好きな層、それはひなちゃんか。もう配信終わりかなって。55分だったから、そう、もうちょっとで終わっちゃう。帰ったら開いたと思うけど、入ったろうだよ。まさぽんありがとう。くま、後ろの子のお名前はハリ太郎でございます。ハリはカタカナで、太郎は漢字です。よろしくお願いします。私のキャッチフレーズ好きやって。ヤスさんこんにちは、ありがとうございます。しらすさんありがとう。いっぱい米物がいいな。どんぶりもんちゃちゃっと作れるのだったら親子丼かなって思う。昨日エイトの日お疲れ様やって。今日は野球の日だよ。ううん、言ってない。亀さんに、亀さん、亀さんが言ったんだこれ。絶対言ってないよ、ブンタ。言ってません。ほのたんかわいいよねって。ほのたんかわいいよ。ほのたんはかわいい。ラジオ配信で。え、そうなの？みんな？明日は新潟に西村奈々子さんとレナポンさんに会うよやって。いいな。私よりも一日早く会うってことかな。ラジオ配信でケーキのオーディションって。ラジオ配信でもね、私もね、初めはラジオ配信だったよ。初めの1回とか2回は。でそっからマスクで配信してた。
そうだよ、ハリ太郎カタカナだよ。ハリ太郎、それも年取っとるやん、絶対。もうそれ年めっちゃ取っとるやん。見える？もうめっちゃ若いで、ハリ太郎。まだまだ子供やから。私馴染みやすいやって。嬉しい。北坊さんこんにちは、ありがとうございます。カメさんそんなに見た目とか怖かった？全然？全然怖くない。17歳ですって一緒や、同級生。ためだため。今知ったわやって、新しい発見。そう、ハリはねカタカナなんですよね。親子丼やって、あ、サーモン&イクラ丼にするやって。魚介好きだからサーモン、やっぱ好きなもん食べるのが一番いいと思う。親子丼もすぐ作れるから、また作ってみてください。声だけに負けてる。声だけに負けてる？絶対言ったやんって言ってないはず。はず。ハリ太郎めっちゃかっこいいやん。なんやそれ、ハリ太郎。外国風ハリ太郎。てっぺいさんこんにちは、ありがとうございます。昨日 STU メンバーの配信覗いてたら速攻に名前出られた。誰？てっぺいさんはじめまして。本当に日に日に可愛くなってる気がするやって。うそー。でもちょっと見てたらさ、みんなも気づかんのじゃない？僕と優しい人この世にいないだってこの世にいない。多分ね。え、それはさ、文太がやろ。文太が僕ほどってことやろ。え、でも文太ほんまに喋って思ったけど、めっちゃ優しい雰囲気が出とったよ。なんか言ってたけどね、自分で。文太自分で、人は見かけによらんから、ちゃんと中身を見てなあ。ハリ太郎、ハリ太郎、そう、右の方、くーちゃん。週末が楽しみ。ぬいぐるみとか何？それな、ハリ太郎までいじるって。もうハリ太郎はね、なんか優しいから何も反応せえへんけど、実はこう、もう絶対傷ついとるはずやから。無音界隈ですって。また夜だねって。仕事してくる、行きたくねって。いってらっしゃい、頑張ってね。あつしさん、愛知のあつしさん、東京から応援してる、ありがとうございます。いっぱい話そうね、はるさんの好きなこととか。りゅうじさんこんにちは。着物配信してた。誰、誰か教えてほしい。りなっちさんこんにちは。しゅんたさんもうすぐ終わるよ。まひなちゃん、服の袖口破けちゃったの。そう、破けちゃったんだよね。ちょきっといっちゃった。それで縫い合わせたら、こういうデザインになりました。ちゃんちゃん。ちゃんちゃん。一瞬ポニーテールして。
こんな感じです。なんちゃってポニーテール。僕の中身これやでやって。何？マサポンから聞いた。あ、そうなの？マサポンから聞いてる。マサポンが教えてくれた。浴衣配信してほしいな。あずさちゃん浴衣配信。浴衣どうなんやろね。見た目も可愛くないからなって。でも全然あのもう文太の第一印象はなんかあなんか自分をちゃん何やろな自分のスタイルっていうかな自分のスタイルがちゃんと分かってるんやろなって思った。うん。さすがにないわ。そのうちまひまもいじってそう。いじってきそうやな。My name is ハリタロウ。ハリタロウ。千尋さん今来ました。ありがとうございます。夜配信もあるかわからない。でもあっても30分か1時間ぐらいになると。髪の毛きれいやってありがとうございます。カズリンは明日大阪に帰ります。気をつけてね。気をつけて帰ってね。ポニーテールありがとう。スクショしまくった。あ、よかった撮れた。スクショ週末楽しみすぎて私欲の話が無理になれて。うんうんうん。しようやしよう。好きやもんな。やっぱ好きなこと話しようが一番楽しいと思うし、それを話してくれたら私も全然ほんまに楽しいから。まひなちゃん顔でかい方やって。コンプレックスなんよ。わかる？傷ついた時期の一言で。ああ顔でかい方、分かっとる。それはそうな、ほんまに嫌なよな。小顔整形に行きたい。小顔矯正で間違えた。小顔矯正行きたい。なんかな、なんかな、あの、ま、丸顔まではいかへんけど羨ましい。こっちはな、自分はやっぱな、ないものねだりやから人間は。いや、少なくとも私はないものねだりやから。まひなちゃん温かいやな、優しさ感じるし、出てる空気。嘘、そんなん出てる。ポニーテールが好きだなやって。徳島公園、チカリンさん申し込みました。ありがとうございます。ありがとうね、チカリンさん。幕張の準備頑張ってねって。頑張ります。暑くてバテ気味。暑いもんな。東京来てって。千葉行くよ。千葉。あ、ごめん、ほんまごめん。早く15時にならんかなって。まひなちゃんまた来れた。あいさちゃんさん、私いつもなんて呼んでた。あいさちゃんさんありがとうございます。あいさちゃんさんにしようじゃ。眠たい。眠たいの。私も眠くなってきた。眠くなってきた。騙されてやんの。暑くてバテ気味一緒。まひなちゃんそのまま一番可愛いと思うやって。フォロー入れてきたの。ジキヤが、ジキヤがフォロー入れてきた。そんなことないよって。顔の大きさ平均だよって。いやそんなことない。いやみんなちっちゃいからさ、私でかいよ絶対。何ひな入ったらあかん。フォローになってないやって。あ、ほら、フォローになっ、フォローしたいんやっぱり。
ハエ太郎意外とでかいね。いつも呼んでくれてるけど呼びにくくない？あずさちゃんって呼ぶじゃん。なんかあずさちゃんって呼んでる気がする。なんか自分の中あずさちゃん、あずさちゃんどう？ハリ太郎、ハリ太郎かわいすぎでしょ。寝配信、寝配信、寝配信、寝る配信。でもコメント読めなくなっちゃうから。寝配信でーす。ほんまに寝ちゃいそうやからやめよう。まひなちゃんとハリ太郎のどっちをそうやって。両方でしょ。ここはここは両方でしょ。ほなたんと二人でショールームして、するする、ほどほどにしとくわ。ほどほどにして。あさくっちさんこんにちは。やっぱりまひねんかわいいよってありがとう。今日もめっちゃ大人っぽくて30歳くらいに見えました。たっくんいつもありがとう。いつも褒め言葉ありがとう。なんか笑っちゃうよな。でもそれで私はたっくん覚えたから、その言葉で。メイク道具どこの使ってる？私メイク道具があんまり、メイクがあんまり上手っていうか得意？前橋が5点も入れてる。そうだからあんまりそのいっぱいも持ってないし、メイク道具、メイク道具はでもドンキとかで買ってるかもしれない。でなっちさんメイクが好きなのかな。でも唯一な紹介するとしたらな、どっか行っちゃった。唯一おすすめするのはこのルビスのリップかな。消えかかってる。見えるかな。このリップはね本当に好き。なんかね塗ってたら時間が経てばどんどん潤ってくるっていうか。です。まひなちゃんの顔よりハリ太郎の方がでかい。え絶対、え、でもさこのハリ太郎さ私と同じぐらいちゃう。これ一つ言うけど結構でかいよ。あかんわ、これもハローになってない。かわいいやって。あゆさちゃん、ハリ太郎と変わりたいやって。最近もひなのことが好きになってるんだよねって。嬉しい。照れるから。捕まえたまひな、ハリ太郎捕まえたまひな、嬉しそうな顔する。捕まえた。あでもね、ハリ太郎をねビレバンにこの前探しに行ったらね、ビレバンになかった。多分なくなったんじゃないかな。違うハリ太郎はおったけど、カヨ太郎がいませんって。あ、嘘。ハリ太郎の中にカヨ太郎おれんって。どこやろ。いないよ。阿波踊り行くねって。阿波太郎さん来てね、待ってる、待ってるよ。メイクそこまでやらないけど。あ、そうなんや。
一緒やな、じゃあ私もちょ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 はい終わりみたいな感じになる。でもね、さっきねお母さんの化粧品でさ、メイクをちょっとしたんやけどさ、これが良すぎてびっくりした。わかる？これが良すぎてびっくりしたの。勝手に使っちゃったけどいいかな。何でか？ダブルでか。冷たい視線を送ってやろう。あかんわ、ハイタロウに冷たい視線なんか送れんかった。ハイタロウも連れてきてくれるって。うん、連れていくよ。ハイタロウ、昼はもう終わるかな。もう15分来ちゃうし、まだしてた。もう終わる。オルオルビオルビス、そうだよ。はじめさん、こんにちは。気になっちゃった。プルンプルンになる。そうなるよ、プルンプルン。わかる？伝わる？これさ、光こんな感じ。こんな感じです。これ光つけた方が明るかった。セイゴさん、こんにちは。ハイタロウが小さいかも。うん？しゃくれ見た？あれやばくない？こんなんだった。なんかね、なんかここら辺からね出てるの。あれしゃくれやんな。あれはやばいと思った。びっくりしたもん。泡だれ行きますよ。さっきのツンツン痛くないよ。ツンツン私の方が痛いもん、どっちかって言った。うそやけどな。こんなサラサラやのに。マイタンで呼んでもいいやって。呼んで。うん、呼んで。嬉しい嬉しい。私、お試しや、来てほしいな。タカさん、待ってるよ。遊んでくる、またねって。楽しんでね。ユナイテッドさん、バイバイって言っちゃうのかな。バイバイ。私ね、これ何分してる？配信。ダブルじゃない、わら、でかい。じゃあね、てはるさん、またね。シャクレ見たよ。ありがとうね、カンダデルさん。いっぱい投げてくれたら、ほんとに。10分の7が、ほんまな。マヒタン。アイスちゃん。マヒナちゃんの顔も好きな顔のタイプの一つ。嬉しい、ありがとうございます。じゃあ、このあたりでまたね、って。またね、はじめやさん。じゃあ、壇上読んで終わります。13位、待ってね、13位、周一郎さん、おめでとうございます。12位、ミラクルチュンさん、おめでとうございます。11位、ゆきぽんさん、おめでとうございます。10位、10位、ちょっと待ってね、もうもうかおもとさん、おめでとうございます。9位、かずりん、おめでとうございます。8位、はちみやさん、おめでとうございます。ってことは、はちみやさんずっと見てくれてたんかな。7位、ビッグウェーブさん、おめでとうございます。6位、ユナイテッドさん、おめでとうございます。5位、まひなのいっち、おめでとうございます。4位、しらすさん、おめでとうございます。3位、カンドデールさん、おめでとうございます。2位、にゃんこたん、おめでとうございます。1位、カンドデールさん、おめでとうございます。間違えた。ごめんなさい。もう一回仕切り直しです。今の話です。1位、まさぽんさん、おめでとうございます。私がちょっと見るとこを間違えちゃっただけやから。壇上のみんないるんかなって、いるよ。今日は野球の日であると同時に、ハグの日でもあるあるらしい。ああ、そうなんよ。でもなんか野球の印象が強すぎてな。そんなに触ったら熱いやん。ツン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 。そんなん言われたらな。うん、間違ってないよ。1位はまさぽんさん。まさぽん、まさぽん。痛くない？ツン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 。まいた、ありがとねって。
嬉しい。じゃあ今日はこんな感じで終わりますね。電気消します。引き続き野球をご覧ください。この前のおもたタワーめっちゃ痛かった。痛くないもん。痛くない。あ、戻ってきた。ねんこたん、ねんこたん読んだよ。あれ1位変わってる。でなっちさん、またねってまた来てくださいね。おしまいになりました。ありがとうございます。恥ずかしかった言われて。バイバイ、また夜って。夜あるかもね。昼寝しよう。なんか変な感じに聞こえる。ああ、確かに。夜見たら手紙の宿舎ね。オッケー。またねー。お仕事頑張ってくださいね。本屋行ってくるわ。気をつけてね。じゃあねー、夜楽しみ。バイバイ。よかったらルームフォローお願いします。あとハッシュタグ谷口まひな感じでよろしくお願いします。お疲れ様、またねって。ありがとうね、ともえさん。甲子園見てください。ではでは、お仕事頑張ってくださいね。バイバーイ。